ナビゲーターの里です。つい先生、今日もよろしくお願いします。お願いします。つい先生はいっぱい営業されてきて、結構人って何か起きないと行動できないって人多いと思うんですけど、つい先生はどう思われますか？うん、その通りだと思うね。普通の人って、まあ、基本的には、ケツに火がつかないとこう動かない人が多いんだよ。ケツに火がつく前に動ける人っていうのは多分結構優秀な人なんじゃないかなと思う。で、例えば僕らの、僕がやってるその太陽光とか蓄電池もそうなんだけど、当時ね、太陽光発電で一番申し込み件数が多い時はいつですかって言ったら1月2月だったのよ。もう締め切り間近ね。その時にドゥワーってこう補助金のですか？そう、補助金とか、当時太陽光発電も、今国が管理してるから国に申請するのよね。でその申請して、で受理しましたって言って認可が下りてから、その今年度の太陽光発電の売電価格みたいな感じで決まってたのよ。だから、ギリギリ1月とかそれぐらいにならないと、やっぱりならないとっていうかね、ならないと申し込む人が、少ないのよ。少ないっていうかね、その時が一番多いのよ。まだあるわみたいな感じで後回しする人が多いんだよね。で一番いい事例で、ちょうどね3年前かな、2017年1月、この滋賀県彦根市はもう大雪が降りましたね。覚えてますか？めちゃくちゃ雪が降って、今こうちょっと見てるんだけど、1月22日の夜中から、2日間雪が降ったのよ。もうめちゃくちゃ降ったよ、本当にすごい降ったよな。カーポート潰れるんじゃないかっていうぐらい、積雪量を超えるぐらいものすごい積もって、家から出れへんかったもんね雪が降りすぎて。で、まあ、それでも出てったんだけど、もう道路がさ、もうこのなってんねん、もう。で交差点の真ん中で大型トラックが立ち往生してるのよ。でうちの家からこの会社まで、車で15分で行ける距離なのに、1時間半かかったからねとんでもない、天気があったわけよ。もう2017年の1月は3年前だよね。すごかったのよ。すごかったよね。すごかったんだよ。もう会社の前でももうトラックがもう立ち往生してるわけよ。京都からとか大阪から来てるトラックがチェーンとかはめずに普通のタイヤで行ってるからさ、シュ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 とか言って、それをもう助けたりに行くわけやん。こっちのスコップ持って、そのスコップがグニャってなるぐらいもうすごいことになってたわけよ。こんなのってだからね、本当にガタガタってこと、ね、そう雪がさ、もう本当もうすごかったんだけど、でその時 の靴屋さんに勤めてる子に聞いてたら、雪がね、降る、大雪になるっていうのも天気予報で前の日からずっと言われてたわけ。ずっと言われてるわけじゃない、大体その天気予報で当たるしさ、そうなるじゃない。だから長靴が一番売れた日ってその大寒波が来る前の日なんじゃないかなと思ったわけよ。2、3日前なんじゃないかなと思って、その子に聞いたら、その子なんて言ったかっていうと、と違うと、大寒波当日だったってお前らとか思ったもんね当日みたいな、もう準備しとけよって。でもそれぐらい人って動かないんだよね。いざなってうわーってなる。パニック映画でもそうだよね。やばいぞやばいぞって逃げろって言ってみんなが逃げてるんで、何って言って目の前でその危ない目に遭わないとその分からない、まあ真っ先に死んでいくキャラだね、そういうのは、で前もって強烈な寒波が来るから、準備しといて、冬支度しといてくださいねって散々言われているのにもかかわらず準備をしていないもうマジかと思ったもんね。でその時その子に言った、聞いてたのよ。そんな大雪の中で
お店をオープンする必要あるの、はい、ないんじゃないの、はい、お客さんなんて来るわけないじゃない、そんなの、はい、そんな日に靴買いに来るのって言ったら長靴がバカ売れしたっていうもうね、あの長靴だけでもいつものをなんかね見てるとね、あの5倍以上の売り上げがあった長靴バブルがねただその長靴バブルって大寒波の前の日かなと思ったら、はい、大寒波当日っていうね。だからその時は確か僕も覚えてるわ、あの雪かき用のスコップもどこ行っても手に入らなかったんだよね、はい、うん、あれびっくりしたな。だから大衆一般人のほとんど大多数の人っていうのはケツに火がつかないと動かない性質の人っていうのを再認識したわ。うん、でそういう人ってその遅いからさ、動きが遅いから、あの多分ね結構余計な出費を多くしてる人だと思う。うん、要は高くてもいいから早く欲しいって、緊急性が高いわけだからお金の高い安い関係ないよね。うん、だから行動が遅いために損する人だよね、消費者目線で言うと。お店視点で言うと高くても買ってくれる美味しいお客さんなんだけど、うん、もうすごかったからさ、うん、じゃあ準備不足っていうのがあのどれだけその損害をもたらすのかっていうことだよね。うん、あのその時その買いに行く手間だとか、その買いに行くそのお金とかを考えたらものすごいコストを高い形で高いコストで買ってるわけでしょ。 前倒しで準備段階にしてたらそんなこともないだろうし、スコップが買えないとか、あの長靴が買えなくて困ったっていうこともないわけじゃない、うん、これって広告もダイレクトメールもホームページも営業もマーケティングも何でもそうだと思うんだけど、スポーツも受験も全部そうだよね。何もかも全部含めて準備8割で決まりますと、はい、うん、だ準備ってめちゃくちゃ大事だ。ケツに火がついてから夏休みの宿題もそうだわ、はい、前もってやっとけっちゅう話なのに、うん、あのそれがあのなんていうの、成功している人を普通の人で終わってる差になるんじゃないかなと思う、はい、前もってコツ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 やってる人っていうのはやっぱコツコツやってるっていうと積み重なってすごい、あの蓄積のレベルアップにもなってるし、やってない人っていうのはね、やってないからさ、もうずっとこんな状態じゃん。で突然こんな風にパッてやっても知れてるからさ、1日でできる量っていうのは、それは毎日積み重ねてきた人とレベル量が全然違うよっていう。だから成功するかしないかっていうのは事前に準備をして、事前に準備をしっかりやっているかどうかで決まると思うので、事前準備はあのしっかりしときましょうと再認識したあの出来事でしたね。辻先生、今日もありがとうございました。ありがとうございます。